こんにちは、こんばんは、おはようございます。4センチメートル KB です。今回お届けする動画は、簡単にできるセルフアレンジボブ編です。今のさきちゃんのような少し短い髪の長さでもできるヘアアレンジを4つご紹介したいと思います。ぜひご覧になって参考にしてみてください。では、どうぞ。それでは、アレンジするときは必ずコテやアイロンで癖をつけてください。さきちゃんのようにパーマが当たっている方は、毛先だけでも良いでしょう。髪質に合わせてスタイリング剤をつけます。今回はナプラさんの N. ポリッシュオイルを使用します。ツヤがしっかり出ますが、ベタつきもしないのでアレンジにとてもよく馴染みますよ。スタイリング剤の選び方は、好みと髪質とに大きく変わりますが、柔らかいワックスやスプレーなどもアレンジに使いやすいと思います。ちなみに今回のアレンジは、ヘアゴム、ヘアピンしか使用しないので、アクセサリーをお持ちの方は応用して使っても素敵だと思います。それでは、最初はお団子やーを作りたいと思います。上半分の髪の毛をざっくり分け取って、後ろでヘアゴムで束ねます。束ねる場所は、耳より高い位置にすると若く、下の位置にすると、落ち着いた大人な雰囲気を持たせることができるので、その日の服装に合わせてみてくださいね。毛先はゴムから出さないようにすると、お団子ができますので、あとは、柔らかいイメージになるように、崩していきます。指で少しずつ引っ張っていきましょう。ちょっとだけ大げさかなぐらいの方が、意外と可愛く仕上がります。うまくできましたね。あとは鏡で正面から見てみて、バランスを見てみます。とても簡単に、すごく可愛くできるアレンジの一つですね。上の表面の髪の毛ほど、しっかりウェーブを出して巻いてあげるととても可愛くなりますよ。とても似合っていますね。では、二つ目のアレンジは、クルリンパを使ったアレンジをご紹介します。こちらでも、しっかり巻いた状態からチャレンジしてくださいね。まず、先ほどと同じ要領で、上半分ほどを後ろで束ねます。結ぶ位置は、さっきのお団子やーの時より、やや下の位置が良いでしょう。そして、くるりんぱをするので、ヘアゴムで結んだところの毛先は、しっかり出してください。結んだら、結び目の少し上の場所を開けます。指を中に入れるように、分け取ったら、そこに毛先の束を、ぐいっと、押し込んで入れてください。入れ込んだら、くるりと下から毛先を引き出して、引っ張ってください。あとは、上の髪の毛を中心に、指でつまんで、崩しましょう。次は、下の髪の毛を、くるりんぱの方へ、まとめていきます。左、真ん中、右というように、3つくらいに分けて、ヘアピンで留めていきます。毛束をねじってまとめていき、ヘアピンで留めましょう。最初は少し難しいかもしれませんが、慣れるとこのくらいの長さでも簡単にできます。アップのようになるので、結婚式や二次会などでも使えるアレンジですね。できましたか？できたら正面を向いてくださいね。良いですね。少し大人な雰囲気のヘアアレンジです。このスタイルでも少しルーズに仕上げるととてもこなれた感じが出て可愛くなりますよ。3つ目のスタイルは1つ結びのアレンジです。そんな普通のやつと
思うかもしれませんが、侮るなかれ、この長さだからこその可愛さが演出できるのです。ここは、櫛などは、使わずに後ろで束ねましょう。すべての髪の毛をきれいに取ろうとはせずに、あえて残してください。このくらいの長さだと、どこに遅れ毛があっても、良いですが、耳周りや、襟足に多めに作ると、バランスが良くなりますよ。結んだら、ここでも同じように崩していきます。1センチくらいの毛束を、指で丁寧に引っ張ってください。全体にまんべんなくやって、上の方のボリュームがあると、可愛くなるので、少し多めに作ります。そうですね、襟足も少し引き出していきましょう。鏡を見ながらバランスを整えてください。必要であればケープなどのスプレーで補強していいです。ただあまり固めないようにしてくださいね。できましたね。可愛く仕上がりました。さて次は少しコツがいりますよ。最後のアレンジは編み込みを使ったスタイルです。編み込みの苦手だと言っていたさきちゃん、できそうですか？まず、右と左で髪の毛をざっくりと大きく分けます。ここは本当に適当でいいです。分け目が見えにくくて曖昧じゃないと可愛くなくなるので軽く分けましょう。片方ずつ編み込みしていきます。編み込みといっても大きく作りますし、さっきからしつこいほど言っていて申し訳ないですが、どうせ後で崩すので適当にしてください。どちらかというと、お下げみたいな感じで作ります。どうやら、左側が苦手なようなので、少し、早送ります。下の方まで編み込んだら、ヘアゴムで結んでください。ちょっとしたお下げができたと思います。これを左右二つ作ります。そうですね、こんな感じにできました。これを指で、引っ張って崩しましょう。大胆に、いっちゃってください。崩したら、毛先のところを、編み込みの下の方に、隠すようにヘアピンで、留めていきます。ピンを刺す位置は、毛先のゴムと地肌の髪の毛に通すように刺しましょう。できました。次は右側ですね。頑張ってください。先ほどと同じようにルーズに編み込んでいってください。編み込みの高さに気をつけてくださいね。はい、ヘアゴムで留めて指で崩しましょう。このアレンジは、後ろから見ると、本当に可愛いですし、カジュアルな雰囲気やストリートな、ファッションの時に、とても似合うと思います。このスタイルも、遅れ毛があっても、良いですので、襟足などの後ろの髪の毛が、まとまらなくても、大丈夫ですよ。鏡でチェックしてみてくださいね。バランスを見ながら、丁寧に崩しましょう。いかがでしょう？可愛くなりましたね。いつもと違う雰囲気にしたい方はぜひ、マスターしてください。いかがでしたか？4つの簡単にできる、ヘアアレンジを、ご紹介しました。ぜひ、
チャレンジしてボブを楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。さようなら。はい、今回は妖精地 TV をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあこの動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。お願いします。